はいどうも、アコ侍です。パープル2022で栄冠つかみます。続きです。2年目の最終戦です。はい。ぶっちぎりの最下位でございました。はい。本当にありがとうございます。なんでこんな弱いかねって思ってみて、見てみたんですよ、成績。投手がもう、しょぼい。野手もしょぼい。まあ、どっちかって言ったら本当投手陣の崩壊が一番嘆かわしいんですけれども、なので今日はもう最終戦なんで、まあ楽しみましょうかね。まあ先発は佐々木朗希選手で決まりでしょう。で、まあ、オーダーはまあこんな感じかな。まあキャッチャー松川選手に行ってもらって。DH 西川選手行ってみる？ちょっと来年に向けての、来シーズンに向けての、なんかみたいな感じで行こうか。来シーズンに向けての戦い方って言ったらもうこんな感じになる気がするんだよね。オール日本人っていうね。もうそれしかなんか望みが見えなくなってきた。おかしいな。ちなみに今日の試合はね、なんかすごい、大味なゲームでした、本当に。何ですか、あれ。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ25回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は幕張のノーヒッター佐々木、対するライオンズの先発は左のエンス。この両投手の先発が発表されています。岸がサード、まもなく試合開始です。マウンド上ピッチャーは防御率おかしいんだよな佐々木。今シーズンの試合目の登板、今シーズンのあれ小島みたいだな。まずは1回の表、先頭バッターは若林、ストライク。まずは怪我さえなければ盗塁王だった若林。打ったピッチャー真正面、中村掴んだ。よし、これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、いよいよ今は時の人、源田。打ちました。ファールボール。初球ファールから投げた。打ちました。まあでもあんなことは言えないよ普通。さすがキャプテンだぜ。投げました。打った。ファール。次は4球目。投げました。ボール。投球これから5球目。インコースのボール左。よし。さすが安田君。決して甘いボールではないんですけど。シーズン最多二塁打まであと9本としています。9本。ストレートはボール。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球を。まずいかな。投げました。ボール。次は5球目。投げました。5球目ストライク。第6球を投げた。よし。アウトコース低め。空振り三振。最後はキレのある変化球。よし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 。左のエンス、これが21試合目の登板。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは和田、投げた、打ちました。いや、ファール。なんか伸びがあんな。クロスファイヤーか。投げた。ああ、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた。まーい、抜けた。うまいですね和田、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。アウトコース高め、ボール。第2球、一塁ランナー走った、ボールを二塁へ。セーフ。成功。また今シーズン5個目の盗塁。5個目なんだよな。第3球。はい。これ先制点でしょ。また一気にホームへ。いや、2人で先制点取れるのいいな。理想的だな。1対0。一番理想的だよ。バッターは3番中村。第1球。はい、オッケー。スタート。これはストライク。完璧でしょ。今シーズン12個目の盗塁を決めています。完璧完璧。第2球投げた、打った、痛烈な当たり。はい、ストップ、はい、ストップ、はい、ストップ、はい、ストップ。レフトバックホーム。4番誰だっけ今。中村、いいバッティングを見せた。ああ、山口君か。なおもチャンスが続いています。打ちました。いや、もうきっちり犠牲フライ上げてくるの最高だよ。ゴー。スタートを切った。イエーし。その間に中村は2塁へ。素晴らしいですね。バッターは指名打者西川、プロ入り初打席を迎えます。投げました。見送ってストライク。それで初打席なんだ。そうか、実際に迎えてないもんね、プロ初打席。これから2球目。空振り。バッター。いや、でもそろそろ2対2、西川君を。投球は3球目。投げました。打った。あぶね。右にボールが上がっている。掴みました。タッチアップだな今のは。今のは悪いな俺が。2アウト。ランナーは2塁変わりません。チャンスの鬼。第9投げました。抜けないんだよな。たまんねえな。3アウトチェンジ。
これはたまりませんね。圧倒的最下位や。さあ、一番塁に出してはいけない人。獅子の大砲山川投げました。外角低め見送ってストライク。3球目ストライク。さあ4球目打ちました。サード引っ掛けた。内野ゴロ安田ボールを掴んだ。よし。これでワンアウト。出たオグレディ。オグレディは今来シーズンもいいのかね。第2球投げました。打ちました。いい当たり。中村ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは6番アイト。第9さあアイト投げた。ストライク。まずは決めた。アイトって名前がいいよね。僕好きです、そういうの。簡単にツーストライクと追い込んだ。低めのボール引っ掛けた。キャッチャー内野フライ取って、これで3アウトチェンジ。佐々木2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは岡。あーボール球やん。なんで振っちゃうんだろう。カットボールはボール。これ完全試合やったらかっこいいよな。でも完全試合やったらかっこいいなって言わない方がいいんだよな。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター東海の走り屋藤谷。第9投げた。サークルチェンジャーボール。来年1番ショート固定してみっかな。投球これから2球目打ちました。これは内野ゴロ。一塁へ送る。ダメか。足は速いんだけどな。バッターは9番松川。松川くん、うまい流し打ち。やっぱその先か。さあ岸純一郎、育成出身じゃない、育成じゃない、あれだ、独立リーグ出身なんですね。これで追い込みました。打ったセカンド右横のゴロ。セカンドから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。初球から打ってったショート真正面。オーケー。これで2アウト。ランナーありません。これが9番かよ。おお、すまんすまん。これから2球目ボールなんだ。投げました。決まってストライク。投球これから4球目4球目ストライク。第5球投げました。よし。見逃し三振。佐々木最後は見逃し三振に仕留めました。よしよしよし。マリーンズこの回1番からの高打順になります。左バッターボックスはトップバッターの和田。フェア。ああ惜しい。誰か。第2球流し打ち。いやーファール。第3球を投げました。うん、いいんだ、惜しいんだけどな。次が4球目投げました。打ちました。あ、うまいね。よし、危ない。危ない危ない。和田ナイスバッティングです。左バッターボックスは高部。これが2度目のバッターボックス。打ちました。初球打ち。ショート。危ない。危ない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 。ランナーは一塁変わりません。第9。フェアでしょ。よし。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。帰ってこい。和田ホームも狙う。いやー素晴らしい走塁。一塁から帰ってきた。足速いっていいな本当に。今日1打点の山口。マリーンズ追加点のチャンスを迎えています。さああと7打点だ。2割2分だけどホームラン20本ってロマンをロマン以外を感じないんだが。投球は3球目投げた。完全に外れた。ロマンしか感じないよこういうのは。マジで。投げた。行ったべ。See you later。いやー素晴らしいですね。いや素晴らしいよ。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者西川。第一打席はライトフライに倒れています。おおやめてくれ。投げた。外れた。見えてる見えてる。投球はこれから3球目。うまーい。ナイスヒット。これはヒットになります。西川いいバッティングを見せました。バッターは6番安田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。警察があるんだよな。左投手か。打ちました。偵察だよ。ゲッツーコース。変に言わなきゃよかったな。スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして5対0。全然いい全然いい。ゲームは中盤。さあ問題の2巡目だ。今回の先頭バッターは若林。初球を打ちました。中村ボールを取る。よし。これでワンアウト。オッケーオッケーオッケー。ありません。バッターは獅子の伊達源田。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。打ちました。セカンド正面。セカンドゴロ。オッケー。さあ、ツーアウト。ランナーありません。バッター、強打の名捕手、森。初球打ってきた。ライト下がった。だよね。ダイレクトフェンスに当たった。打ったバッターは二塁へ向かった。
ちなみに今ので初ヒットです。低め低めに集めよう。第3球を投げました。外角低め外れてボール、投げました。見送ってボール。第5球投げました。アウトローでストライク。最悪歩かせてもいいぐらいだよ。投げました。変化球。オッケーオッケー、全然全然問題ない、問題ない。DH のオグレディ、最初初球を打った。センターバックホーム、オグレディ、ナイスバッティングです。アイとか、ここでアイとはまずいな。はい、ピッチャー。ピッチャー横のフライになりました。取ってアウト。普通ピッチャー取りに行かないんだけどね、ここサードなんだけどね。4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターはオッタ。ファールだ、これはファールだ。ファール。投球これから2球目。決まったストライク。このサークルチェンジはどうやったら打てるようになりますか。第3球を投げました。ストレートはボール。アウトコース高め。第4球を投げた。流し打ち、どうだ。アフェアなんだ。山川ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは東海の走り屋藤谷。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球打った。窮地。切れていきます。ファール。第3球を投げた。セーフティーバント、掴んだ。もうダメだった。これでもうちょっとライン間狙いたいかな。でもファールになっちゃったら三振だからな。松川、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。うまい流し口だな。でも取られるの。うわお、こんなプレーしたことある。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターはこれはレフトかな。初球打ち、左中間へ持っていきましたが高部掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番鈴木。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました。佐々木掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。俺が9番だもんな。今日2度目のバッターボックス。さあ次の投球、本当おかしいんだよな。投げた、打った。センター、センターへ飛んだ。落ちません。足速い。佐々木、いやー、ここまでテンポよく5回まで来ました。1番からの攻撃、先頭バッターは和田。おっとセーフティーバント。ちょっとね、逆に狙いすぎたね。さあ次の投球、流し打ち、ファールなんだよな。ファール。第3球打った。折れたけどダメだった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バットってホームランだからやってみてよな。第9投げた。あー、余計なこと考えなきゃよかった。本当に変、今本当に今変なカウント考えちゃった。これが3度目のダメなんで、変なこと考えちゃうと。た、縦のカーブ、ボール、まずはインコース。第2球投げました。マップターズ、宇宙間へヒット。打球が転がっている。中村、二塁も狙う。バッター素晴らしい。二塁でストップ。中村、いいバッティングを見せました。さあ山口くん、3打点の山口くん。内角高め、ボール。もう一発で決めようぜ。第2球投げました。三遊間抜けた。山口、いいバッティングを見せました。マリーンズ、なおもチャンスが続きます。初球外れても、まあ、チャンスは続くよ、どこまでも。第2球、さあうまーい、素晴らしい。ライトからサードへ、マリーンズ1点入りました。西川タイムリー。マリーンズ、なおもチャンスが続きます。さらにチャンスの西浦。第9投げました。はい、これは落ちる。落ちない。これで3アウト。前半が終わりまして6対0。前半6対0はいいよ。先頭バッターはこのままいけばの話だけどね。いきなり162キロボール。第3球を投げました。ストライク。次は4球目。投げた。アウトロー、際どい球、ボール。投げた。ライト。打ちました。右中間へのフライ。おお、伸びた。取りました。危ない危ない。これでワンアウト。7メートルのフォローか。7メートルはやばいな。2打点、源田。今日はサード、アットセーフティーバントだ。一塁へ送る。素晴らしい。中村、取ってアウト。流れるようなプレーでした。2アウト、ランナーありません。初球から打ってった、抜けた。言うてこれ3本目なんだよね、チーム。森、ナイスバッティングです。バッターは4番山川。今日はサードゴロとフォアボール。投球これから2球目。投球は3球目。投げた。ストライク。胸元厳しい球。投げた。あっと引っ掛けた。ファールボール。投球これから5球目。よし、素晴らしい。最後はキレのある変化球。あ、ピチャーが出た。水上か。水上由伸。この由伸はどこから来たんだろうな。
高橋由伸から来てんのかな。ああ、だからそういう考え方しちゃダメなんだってのに言ってねえんだから、なんでそういう余計なこと考えちゃうかな。私は投げました、打ちました、初球打ち、ピッチャーは正面、一塁送球、うん、これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番松川、今日はセカンドライナーとライトフライ、ボール、こう松川お願いします。第2球見送ってストライク、第3球を投げました、ボール。今年の新人王誰に呼んだろうな、パリーグ。投げました。あー、根本か。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは指名打者オグレディ。このオヒットってのはオグレディと森が2本なんだよな。第3球を投げました、一つ外してボール、投げた、外れた、うーん、見られるな、投げた、インロー、見られるな、投げた、インコース引っ張った、ライト線に打球が飛んでいますが、ヒット、中継、まずいな、ノーアウトのランナーまずい。アタックポイントか。さあ第9、インコース低めストライク、まずは入れてきました、高速スライダー見送ってストライク、投げた、変化球はアウトローへ、ボール、投げた、見送ってボール。さあ投球は5球目、打った、セカンド真正面、一塁送球、うん、アウト。7回だからな、なおもピンチが続きます。いや定位置でいいや、アウト、アウト1個取ろう、アウト1個取っても1点あげてもいいんだから別に。危ない球投げました、3球目ストライク、アウト1個あげて、あ、いやいや1点取ってアウト1個取ろう。さあ5球目、ボール、第6球を投げました、打った、レフトの左、サードグラウンドで取りました。いや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 、全然全然いい、全然全然いい、1点あげていいんだから、アウト取れればいいんだから。投げました、決まってストライク、これが入ったところでまだ6点差なんだから。はい、 OK、 完璧じゃん、佐々木、見事なピッチングです。これまだ5点差なんだから全然 OK、 全然 OK、 ラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは和田、今日はここまで全然いい、あともうここからまた取られた分また取り返せばいいんだから。打ちました、伸びちゃうんだよな、こういうだけが伸びるからな、向かい風とかフォローはこういうのが伸びるから嫌なんだよな。第9投げた、初球、うわー、あー、たまらん守備。バッターは3番中村、今日はヒットは3本、投げた、打ちました、うわ、たまらん守備なんだよな本当に。投げた、打ちました、抜ける、抜けない、ボールを掴んだ、一塁送球、じゃあ答え取ってアウト、スリーアウトチェンジ、ライオンズ、この回の攻撃は、ね、どうすっかな、森、頑張れ森くん、センターライナー、これはもう守備範囲ですよ。今日はここまで3打数ノーヒット、投げました、アウトロー、おー、ボールか、投げました、打った、はい、ピッチャー森、取った、一塁へ送る、アウト、オッケーオッケー、これで2アウト、ランナーありません。バッターは初球を打った、おお、初球ファールから第2球、低め外角ストライク、投げました、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、させるか、ダメだ、源田、いいバッティングを見せました。ですよね、バッターは3番森、今日はここまで3打数2安打、初球引っ張った、フェンス直撃、いや、副賞ボールしてるのよかった、ナイスバッティングです。さあここでこの人か、第9投げました、ファール、第2球投げました、見送ってボール、投げた、最悪一発打たれてもまだいいのか。さあ4球目、ボール、第5球投げた、ボール、全然いい、全然いい、ランナースタート、あ、まずい、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、あ、どこまで飛んだ、どこまで飛んだ、どこまで飛んだ、今外出た、あー外出た、第9インコース低め、ストレートは外れてボール、投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです、オグレディ外出るんだ、バッティングを見せました、バッターは6番、はい、初球から打って、やばい、3塁線フィアだ、1塁ランナー2塁を回った、
まずいな。ツーベースヒット、マリーンズ同点のピンチを迎えます。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、岸初球打ち引っ張った、ファール、スタンドに入りました、ファール。さあ次の投球、打ったんやったりだ、ライナー、これで3アウトになります。では改めて、いや3点はちょっとでかいね。これからマリーンズの攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲山口、今日はツーランホームランを打っています。あーまずい。山川ボールを取る、水上、いやこれ最初では勝ちたいな俺。ワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました、いやいい当たりですが右に切れていきます。投げた、打った、宇宙間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。最終戦はマジで勝ちたい。ロマン溢れる長距離砲安田、投げました、打ちました、初球打ち、水上掴んだ、一塁送球アウト、3アウトチェンジ。マリー、さあいよいよ9回に入ります。まずまず山口に変えてレフトに荻野、レフトの高部センター、センターの和田をライトで、ライトの岡をファーストで、サードの安田に変えて藤岡で、ピッチャー森に変えて増田。マリーンズ第9投げました、高速シンカー見送ってストライク、投げました、ボール。さあ頼むよ、打ったピッチャー、おーい劇場はいらないのよこういうのは。鈴木ナイスバッティングです。バッターは9番殿崎、今日4度目、マジで劇場はいらないよ。投げました、打ちました、ショートライナー、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。初球空振り、タイミング合いません、見送ってボール、投げました、決まってストライク、追い込んで投げた、失投だけどノットライナー、ランナー1塁に戻ります。よしよしよし、マリーンズ勝利目前。バッターは2番源田、今日はここまで4打数1安打。ライト、ライト、ライトへのフライダー、ライト交代、いや、あれ嘘、中継、嘘、なんで点返しました、落下点入ってたじゃん、ずれてた、第9投げた、いやーマジか、低めに入れてきました、打った、ふう、楽しんでいただけたかな。いやー楽しんでいただけたかな、本当に今のびっくりしたね。まあ勝ってたからよかったかな。なんだ、200リードですか、そうですか、まあ、6位なんですけど、はい、レギュラーシーズン全日程が終了しました。最下位です。はい、どうにかならんがね。これで、ああそういうことか、衰退期だもんな。あ、もう衰えがすごい。ん、俺ロッテ月間 MVP ゼロじゃね。やっぱりそうだ。なんだこの山岡、山本、山岡、宮城、山岡って。なんでなんですか、これは。おかしいんだよな、本当に。でも優勝じゃないんだよな。はい、ということでね、まあ、どういう試合があれなのかって言ったら、ビジターに弱くて、ナイトゲームに弱くて、延長戦に弱くて、先制されるともうダメで。で、無得点、でも完封負けが多くて。で、連敗が13連敗してんだもんな。これじゃ勝てないよ。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回は、オフシーズンで、いろいろと戦力補強と、お別れの選手などをいろいろ考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。概要欄の方に他の実況リストも載ってますので、チェックよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。